回はカートゾロ。カートゾロか、カートゾロか。キャリーは出ないからな。よし。大丈夫だ。いるいる。ちょっと右出ちゃったね。坂大丈夫かこれ本当に。つま先上がり。あ、なんか左は行かないでいいからな。ちょっとカット。ああ重いな。これで借りていこう。完璧。完璧。おお。完璧。やば、これは新たな武器だよ武器。やばいね、ここまで来てたよ。ほんとすごいね。ただ腰が心配。ハンドレート、ハンドレートでポンポン結構打ってる。あったどうスピードを出すか。上り。こうか。そっか。ねえ、打てて、全然打ててないよ。ちょっと上に使おうとしたら引っかかりそう。寄せらんねえとだな。しようと。ここは久しぶりにまともなティーショット。ちょっといろいろ変わってきちゃったもんね。よし。いいんだよ。手前でいいんだから。とりあえずフェード面でちゃんと打つ。ちょっと肩のオーバーバランスで振りすぎちゃってるから気をつけて。行ってて遠いけど乗った。でもちょっとあのパターの強振になっちゃってな。結構な下りだね。なかったな。なるほど。何これ。逆目か。一つも進んでなかったね。あーもう切れましたね。200
ここ超えるかな。キャリーはね、キャリーがどんぐらい出てるか全然わかんないから、飛んでんのはとにかく転がってるだけだから。1打目はチョロ OB でしたね。よし、あそこ、ほらうまくいくわけね。まあ乗りました。大した下ってねえの、こっちから来ると。出てないよ。どこが一番転がりがいいんだろうな。当たっていいんだよな。さあ問題の池越え最終ホールよ。もうレディシティの方打たないとダメだな、これ。これはちょっとね、ダメでしょ。上げようとしなくていいのよ。あそこよ。あそこ。むしろスライス。そう、芝を奏でて。あ、やっちゃった。ああ。やっぱキャリーが出なかった。行け。よし、今度はキャリーなんか出なくていいから。転がっていけ。あー、くたびれてきた。これもね、ほぼゴロなんだけど、結構いった。キャリーは出せないよね、やっぱロフトがないからね。しょうがない。150。あそこからシューッといって、あそこからうまいこと。違うな。こうやね。いいか？あー、こっち来なかったか。よっしゃ。そこ。あ、ちょ。あー、くそ。
いろいろ分かったんでね、後半はなんとかかんとか頑張りますよ。キャリーを出さなきゃいけないところで、巡りキャリー出そうと思っちゃダメだね。キャリー出そう、キャリーが必要なところは U で届くところを狙うって感じかな。まあなんとかやりましょう。ナチュラルスライス。これならキャリー出るよ。これならキャリー出る。大丈夫か、打ち込んでてねえだろうな。ティーショット、なんと吹き流しを超えました。もうね、ジュニアドライバーより完全に飛んでんだよ。230超えたってことね。とかね、110ヤードちょっと。キャリー80ぐらいでいいよ。なるなるなる。よし。ああ、まあ手前だけど、まあいいや。ちょっと右出ちゃったな。そんな曲がんの？くそ。あのスライスが出りゃいいのよ。これをこう ちょっとまあしょうがない。下りすら、下りの方がいいね。打たなくていいラインの方が。結構すらじゃないこれ。結構すらだな、下りで。気だったのになぁ。もうくそー、なんかロフトついちゃってんのかな。池越えショート。
ほら、150。だけど、ダイエット関係ないっていうのは楽でいて、あー、どこ人が来た、になる。よっしゃー、乗ったなこれ。マイコ。当たった当たった。さあしっかりヒットしたい。ヒットしたいじゃない？するんだよ。これは打っていいんだぞ。あそこへピーンと。そうこうで、こうだ、こうだ、こういう向きを、それで、そこで、いやー、弱えよ、しけたなー、なんでしっかり打てるんだよ、ほんとに、まだまだ遠いなあ、不審な感じあってこない、ほんとに。打てたけどラインが違ったな。俺やっぱ落としねえとダメだよ。